それでは、はい、来ましたよ、ここ、はい、お昼寝ハウス、タチタチタチ、ということで、こちら佐久島のね、はい、お昼寝ハウスから、はい、それでは、クッサー行きますか、はい、はい、ということで、くねぎと、友情と、りさちゃんと、とって誰やん、あと誰入んねん、はい、つれずれ、クッサはい、というわけでございまして、はい、テイク2、はい、愛知県西尾市の佐久島、はい、今勝島、新島島、佐久島、はい、一番好きな島です、うん、僕初めてです、他の島行ったこともないので、はい、何もかも初めてですね、僕は3回目になります、はい、前回はね、私のアルバムの佐久島物語という曲、はい、ありますね、それを作る時の取材としてかっこいいだろう、あ、そうなんや、見てみたい、前回じゃない、その前とか、リサちゃんなんかもう動画確認とかしてるから、石垣港からですね、はい、フェリーで約20分という、本当近場のこのリゾート気分を味わえる、はい、今日は昼から来まして、自転車借りまして、はい、島をね、ぐるっと回り、はい、まあ、コロナということもあり、お店開いてなくてね、はい、どうにか一軒だけ開いてって、ご飯食べてもらったんでね、はい、大あさり丼です。はい、僕はフィアピーでしたけど、はい、はい、まあ、命の選択をできましたか、まあ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 、はい、いろいろトラブルあってね、機材壊れたり、今撮ってる電話ね、一回自転車に踏まれております、はい、はい、まあまあまあ、それよりもお金では買えない思い出ができたかなと、はい、はい、ね、ゆかちゃん明日明後日から天気が崩れるんですよ。そう、だからもうこの3日間ね、僕がいる、ね、名古屋にいる3日間、はい、もうくそ暑かったですね、いい天気で、はい、よかったですよ。いや、爽やかで、はい、湿度もなかったので、それ言って、湿度ないのよかったですね。ね、夜は涼しかったし、はい、はい、昨日はね、山登りだったので、山登りましたね、はい、村上山。今日、いろんな素材がありすぎて、はい、ちょっと編集大変ですけど、頑張ってね。はい、はい、ということでですね、はい、もう実はフェリーの時間がやばいので、ちょっと一曲この雰囲気だとやっぱり弾きたくなっちゃうな、さっきバイオリン砂浜に落としたんだよね、調弦大丈夫かあかんよ、この雰囲気だとやっぱりあれこの波の周波数に合わせて、thank you.
ど、そこ時間あるかな、あるかな。
た声かけた。急に止まるなよ。いただきます。はい、忘れてる。